どうも、アキです。アクセスやっていきます。はい、というわけで今回は浴衣バージョン、みその&りょうちん二股デッキで天才の入部届使っていきましょう。デッキこんな感じです。はい、前回の筋力3、守備3デッキでいきましょう。で、なんと今回、センス丸、引けてます。よし、頑張っていきましょう。これで告白ぐらい間に合ってくれれば、もう何も悪くないでしょう。初期値も悪くないですね。はい。よし。これはちょっとがぜんやる気が出てきますね。行きましょう。まあ、どっちでもいいんで、まあ、間に合ってくれればっていう感じではあるんですけど、まあ、できればみそのかなぐらいですね。最大値も上がるし。ただ、まあ、もうちょっと後に来てくれればね、基礎値、整えるだけ整えて、ポイントを、まあ、多少の節約なんていうのもできたけど、まあ、そんなちっちゃいことは気にしないでいいですよ。もう、天丸なんでね。はい、頑張っていきましょう。さあ、いやー、本当に別バージョン来る前から、まあ、ただのセンスで SS は作れていたんでね、そこに天才まで入ったと。いうことで、で、もちろん別バージョンになって強くなってるんで、本当に。期待大すぎる。で、今の無限指導より、お、広角ナイス初手広角ナイスてか、昨日も初手広角だったな。なんだこいつら、初手広角って。やばいな。何の話だっけ。そうだ、無限指導ももちろんそうなんですけど、まあ、評価上げていかないといけないなっていうのがあるんで、はい。そこはもう、みその領地を追います。まあ、どっちでもいいんで、とりあえず間に合わすことがね、大切かなというところですね。はい。まあ、浴衣バージョンになって1個追加されたイベントは、おそらく4月以降じゃないと起こらないっぽいんで、まあ、クリスマスに向けて告白を邪魔するものではないというところでは悪くないですね。妄想を進めとこうかな、ここ。回復イベントが来ないんで、絶対。っていうのがもう分かってたので、まあ評価も上がるし。まあこれで、まあ練習試合でやる気が上がって勝ちやすくなるっていうのも正直あるでしょ。はい。待てよ、45いけるんじゃないか。よっしゃーナイスナイスギリギリナイスオッケーオッケー。ちょっと潰さない作戦でいきましょう。さあ、あとは回復イベントも非常に多いデッキなので、そこがハマってくればめちゃめちゃ強いセンスマジで作れると思います。はい、よーし。いやー、やっぱり本当に好きなキャラクターで天丸とか引けるとめっちゃテンション上がりますね。ということで、これも評価上げでこっちこっち。まあ今のみやびは指導できなかったんで、さあ勝て。そう、負けた。まあでも回復取りたかったんで、オッケーオッケー。やっぱみそもからかな。うわ、広角2回来た。あ、別に全然いいんですけど。よし、ここはで体力回復も取ろう。オッケー。経験点は20点しか変わらないので、そこは回復つく方が美味しいでしょうというところですね。はい。広角2回来るってもう、やばいな。まあ2回とも回復取れたと思えば悪くないかな。まあもっとほんと60以上回復するんで、60以上65ぐらいになるのかな、このイベントボーナスだと。はい。まああとは指導ね、あとは指導。いや、みそのなので単体で使ってもめっちゃ強いですと。で、これでみそののイベントが終わったので、あと告白のみ。まあ妄想で告白確定になったっていうのが一ついいところですね。はい。どうしよう。評価上げるならそっちやけど、やる、体力削らないこっちでもいいかなというところですね。一応降格もう取っとこうか。3回目は、さすがにもったいない。オッケー、告白がとりあえず間に合った。ナイス。で、まあ、りょうちんもなるはやで、告白ラインまでは持っていきたいと。52いけるでしょう。オッケー、この経験点ためため作戦ね。潰さない作戦がまた効いているよ。さすがに広角、悪球、へっすら、追い打ち、アシスト、ゲッツー崩しはちょっと敏捷的に辛いので、まあ来ても OK です。ゲッツー崩しなんて全然。あとはもうタックいくら引けるかですよね、このデッキは。筋力3、守備3なので。いくらタックを引いていけるかだと思います。よし、ちょっともう能力上げよう。試合に勝ちに行きましょう。はい。いや、楽しいな。今やっててめっちゃサクセス楽しい。でもこっからですからね。ここは妄想もやってるんで負けるわけにはいかない。オッケーオッケー。やる気も上げてますしね。指導もそこそこはやったはずなんで。まあ、天丸なんで。てか、ミート2回ぐらいやったの絶対、センス、天才両方ないと厳しいですもんね、多分。これがね、天丸しらすの良さ。で、今回、阿部比攻めません。あれはもう前回学んだんで。絶対阿部比攻めません。はい。それだけはもう誓います。阿部比攻めません。てかむしろ敏捷が一番稼ぎにくいんで、ゲッツー崩しとかワンチャン来るのありだな。てか内野安打を絶対もらった方がいいですね、その理論で言うと。はい、ルシファー来いよ、ルシファー。これ無限指導が優先されるようになればな、素晴らしいんだけどな。破りナイス。はい、ということで阿部比は攻めません。これもう、これすごい僕ですね、この2週間ぐらいこの2人というか、まあ、北節使ってたんで、この子もめちゃめちゃやってるんで分かるんですけど、まあ、確率ほんと半分ぐらいです。まあ、なんで半分はちゃんとあるけど。あ、これだったらゲッツー崩し取りに行ってもいいんだけれども、まあでも上だと回復がある。でもやる気が落ちる。2人の評価も上がらない。だったら上か。やる気が落ちるっていうのは辛いけど、くれるポイントもいいし、下だとやる気はあれですけど、あれだったんで、はい。あれしか言ってないな、今の。体力回復がなかったので、こっちにしておきます。ということで、あまり無理はせずにこう、さあ、大谷来いよ、大谷来いよ。これ、りょうちん来るのはもったいないから。ああ、もったいない。さっきも、あれだったしな。無限指導じゃない方だったしな。まあ、まだまだ始まったばかりです。よーし、ムード。まあ、大谷もあるけど、ここでムードは潰しましょう。で、あとは本当に渋い時はデートをね、ここからは、やっていかないといけないよというお話ですね。で、前回精神ポイントも足りてなさ気味だったんだよな。そこは意識しよう。うん、やる気落ちてたのはもうさほど問題ないレベルだったところで思われる。さあ、タック絡め。こっからはそれ、本当にタックが絡んでくれれば伸びる。あとまあ、金徳骸骨流し打ちとか。といてくれると助かりますが、あ、ほら、阿部来た、オッケー。これいいサクセスになりそうだな。まあ、あとは、冷静にタックが絡んでくればというところですが。で、あれだ、不眠症だけはやめてほしい。大凶だけはやめてほしい。一回こっち行くか。さあ、勝て勝て、このイベントも。よかった。クリスマスの回復量もしっかりあるんでね。そうそうそう、タックにこうやって絡んでくるのが一番。まあ、阿部比は全然もう一回来ていいんで、とりあえず置いときます。もう体当たり、ブロックあたり潰していきましょうか。あー、回復のタイミング悪い。で、オッケー。まあ、みその中心に追って、みそのだけ告白間に合わせれたというところで、まあ、作戦としては悪くなかったですね。これが PSR50 だったら、りょうちんの方行くんですけど、りょうちんの方が確かもともとあれですよね。経験点が少ないですよね、クリスマスの。最大値も上がるし、こっちはね。はい。ということで、一回潰そうかな、ちっちゃいの。矢部ひももう取ってもいいですけどね。ここでじゃあゲッツー潰そう。はい。安倍比取りましょうか。いや、安倍比はさすがに重いと捉えよう。ただデートまだ1回もやってない。やばい。まあ、最悪最後の方にバババってやればもちろんいいんですけど、そこはちょっと考えどころですね。やった!これはやばい!これはやばい。あー、ローボールか。ローボールはまあまああっちの方でも来るからな。ひじりの方でもね。よし、初球。これはやばいぞ。いいサクセスになるぞ。あとはうまくデートをこなしていくことだな、ここから。あ、初球潰してない。まあでも初球も全然もう一回来てもいいぐらいですけどね。なので、ここで次いい練習が来るともったいないんで、一回デートを挟みましょうか、ここで。はい。むしろこっからはハイボールとかが来るのがもったいないと思うんで、阿部比とかは全然2回来ていいと。いや、2回来いと。2回ぐらいだったら、あともうパワー比打球伸びぐらいだもんな。絶対に来てほしいのは。これが弱いんだ。この高校というか、ひじりはね、あのイベントが弱いんだ。もうちょっとうまくタックに絡み始めないかな。というところはちょっと願っていきたいですね、ここから。はい。いや、でも悪くはないと思いたい、これ。査定ラインというところまで上げようか、一回。よし、いけ、勝てよ。北節と2ランクあって差が両チンとみその引っこ抜いてるんで、これ負けたらさすがに激横プンプン丸になるからね、こっちも。よし、むしろブレイン攻めてもよかったかな。まあまあ、ここは安心安全に行きましょう。北節引っこ抜いてる時には北節に勝てるっていう僕の理論があるんで、 OK。 それ以外の北節は最強っていうね、これはもうコメント欄のみんなと意見が合致したので間違いないと思います。タックに絡めよう。こんだけタック来る編成なんだから、タックに絡めよう。で、早めにローボール潰したいですね、来てもらって。タック絡めよう、マジで。いや、そこは頑張ってくれよっていう感じですね、本当に。あ、ミスった、これ。まあいい。ここはいい。もう絶対コツがかぶると思うんで。一回一回潰そう。ただローボールコツさんだけれども、もうそろそろひじりが乾燥するんで待ちます。66まで上げるか今。でもデートを進めていきたい気持ちもさっきからあって、なのでデートします。なぜならここ最大値上がるし、やっといて損はないですね。で、これでみそのが2。ちょっともうメモしよう、覚えらんないわ。みその2てか、いつかアップデートで来るみたいですけどね。はい、目の前にある別の iPhone でやろうか。 OK。 ローボールヒッターが小都合になった。これみその2ね、今。ここにシドーマデッキ始めるとね、このデッキはいいんですけどね。両鎮2、2層の2、両鎮1、これで両1。OK。もうこれ選球眼取ります。いや本当に回復イベント多いんでね、このデッキは美味しい練習だけは絶対逃さないようにしよう。美味しい練習が3回でも続かない限りは OK。 こういうこと、こういうこと、こういうのを逃さないよと。ここからは絶対いらないのが被るのが一番ダメね。いるやつの割引はもう全然許す。こういうの、こういうの。ほら、阿部ひナイス。で、体力ない時はこういうのは、まあこの67は全然行くのありだとは思うんですけど、いやでもここはもう無理せずデートでいいです。その3デート全然終わってないんでね、しっかり回復しとこう。で OK、 いい練習だけは逃さない。タック&指導だけは逃さない。で前回は盆栽でやってかなり精神が足りてなかったんですけど、今回はまず間違いなく足りそうですね。この感じだとがっちり入ってますもんね、精神。でその4、みそのあと1回、4月1週今、うん、これは1個。いやここに指導まで来ればな、あと3タックですね。やっぱこの2人のタックは強いよ。135とか今技術入ってたでしょ、やばい。はい、さあそしてここから浴衣のねイベントが来始めますと。これは経験点&本類生還の方にしましょう。はい、これで本類生還潰す。おーおーおお、一気に来たね。でこれはどっちかというとみそのの方が強いイメージだったんだけど、でもまあ両チーム確か強かったはず。上から固め打ちアウトコースで、今輪投げでいいかな。で、アウトコース、これでインコース、アウトコース両方来なければアウト取ればいいし、これでアウト置いといて、敏捷が一番足らないっていうのもありますし、っていう作戦でいきましょう。はい。デートにしときます、ここ、そして。これで要はアウトコツ5作戦ですね。はい。両方切るときは、こうやってコツ1取ってる方を置いとけばっていう作戦でいきたいと思います。ただどうだろう。ここから来るかどうかはまだわかんないんで。その最後置いといて評価上げ、井戸端後の評価上げとか思ったけど、今体力回復しない方だったんでこっちが。さああとパワヒがまあ来ればいいですけど、これはもう最大値もおそらくマックスなんで考えどころだよと。大谷さんなんかあったよな、確か前も同じような場面で一度来たことがあって、何かしら選択肢いいのがあったはずなんで、ちょっと見てみます。慎重にいきましょう。大谷さん、小さなことからコツコツと。おお、ゴミ拾いだ、ラッキーボーイ。ボーイ来てなかったっけ、セブンかボーイかどっちかは来てなかった気がするんだよな。わあ素晴らしい、来てなかった。でりょーちんがこれで2かな。よし、あと3回なんで4567、あ余裕、これで OK。 メンタル練習とかこっから挟んでいこう。強すぎるよ相手が。うっとくー、ここは練習させてほしかった。3、もうちょっとメンタル捨てずにいっといたらよかったけど、デート完走しないのが怖かったんでね。なんとも言えないとこだったな、それは。はい、査定ライン。行きましょう。いや、一回まあ、結果から言うと補給を1、2回あったの言っといたらよかったな。まあでもまだこっからだから。よーし、練習試合全勝。最近全敗とか多かったのに動画。練習試合で悪態しかついてなかったけど、今回は完璧だ。まあそれだけ指導やってますもんね。妄想もやってるし、1回目は。結果につながる、結果にコミットする何かをやっている。やっていきましょう。井戸端起こるなら早めで頼むよ。そして。これはこっちの方がいいかな。打撃の方が助かる。まあこれはもうしゃあねえ。これはもうしゃあねえ。よしよしよし。タック&シロー、タック&シロー。打球伸びこい。左 OK でしょ。まあ守備上げてちょっと成功率高めにいくっていうのはありですけどね。 C までは上げれるんじゃないかな、今回だったら多分。で、怪我しにくさここで取っちゃう作戦も泣きにしもあらず。ちょっと今のはいかない。あそこに指導まであれば行くけどな。ちょっとデートが1回早い感じですね。1回分は早い感じがある。まあ、こっから回復イベントがまだ残っていればいいんですけど、もう残ってない気がする。回復イベント、これが回復イベントか。100点100いくか。でもおい、100いったね、もう100いくぞ。やばいな、100いったな。冷静に東に草取るか。100ってことはもう100やべえな。天丸の力恐ろしい。全然前回の方が筋力タックやってたけど、あれそうか、盆栽だったからな。千丸まで引けばこうなっちゃうのか、これ。100いっちゃったな。101匹ワンちゃんだ。いやー、筋力上限解放。これ来たら強いんじゃないかってことは。ではい、よし OK。 守備上げて成功だった。連打はただもう一回もらってもいいかな。技術がちょっと来てない気がするんで。はい、筋力どうさばくかというところで、まだ得能あるな。一発逆転みたいなのあるんで、本当に連打来たな。てかパワーヒ取ってないんで、パワーヒ取らないといけないですね、そういう意味で。はい、そうですね、パワーヒが取れてないですね、まだ。で、まあデートはちょっと1回早い感じですね、これはおそらく。まあまあでも終わればいいんですよ。終わればいいんです。あ、こっちさん芸術的流し打ちが来てない。あー、ちょっと待ってください。これ、井戸端が来てない。絶対来るわ、でも井戸端こっから。最悪だ。井戸端来てない。断んな、お前ら。断んな。デート断んな。よし。うわ、井戸端来てない、まだ。でもまあ、エピローグそんな多くない。いや、戻さないとダメでしょ。20評価戻さないといけないからな、あそこから。井戸端来てないはやばくない？結構。井戸端来てないはやばいな、実際。井戸端来てないぞ、まだ。いや、もう来ないでくれ。てか、7月4週とか来たらもう 100% 終わりですからね、この高校は。タバタ無理や、それは。うわ、なんかすごいいい流れだと思ったら井戸端が来てない。選手兼彼女の方が評価20落ちるんで、ギリギリに来ると厳しいんですよね。逆にギリギリに来なければ、あれさっき来たっけ井戸端も。あれちょっと待って。完全に忘れてるけど、もう来たっけさっき。あれこの前にちょっと一回練習でやってて、その時は一回来てたんだよ。あれちょ待って、頭が、いかん。これ1日1サクセスにしないと、もう残像が残る。練習でやったサクセスとかの残像が残るから困るの、これ。指導結構やったのか、こんだけ筋力入ってるってことは。まあ肩まだ上げれるし、パワー太ってないし、いくらでも使い道はあるでしょ。はい、あれどうだったっけ、毎秒走ってないな。でも残ってるってことは、いやあと2周来なければねいいんですけど、とりあえずこの動画で来てる来てないなんて関係ない。こっから来なければもう関係ないんでね、正直。はい、来なけりゃ関係ねえ。それ若ちこ若ちこ。あわひ直撮りしますね、おそらく次で撮れると思うんで、とりあえず試合行きましょうか。まあ肩も十分上げられるか。これあわひほんと撮っていいのか。気分屋も撮ってないし、我慢してあと打球伸びぐらい来てくれれば。左も来てるんでね、こっちは。はい、パワー100にも査定つけてほしいですよね。冷静に冷静に100にもつけてほしい。95であるのか。まあ100いったのはプラスコツがもらえたんでいっただけですけど。ちょっとやめる、集中していこう。試合経験点はマックスでもそれで負けちゃったらもうさすがに涙がちょちょぎれますね。はい、おっとどうなんだ。井戸端はさっき来てたのか来てないのか。でこれはちょっともう回復にしとこう。筋力はもう良さそうだし、最後来なければとりあえずいい。もう今回のサクセスで来てる来てないは関係ない。来なければ結局一緒、ニアリーイコールみたいなところある。ちょっとよくわからん。やっていきましょう。守備もうワンランク上げれるかどうなんだ。いやーやめとこっか。ちょ早とちりはよくないな。早とちりはあ連打取ってなかったら危ない。あリベンジも来てる。でこれはアウトもう取ろうか。じゃあよいしょ。まあアウトは置いときます。やっぱり最後に考える。肩 C は行きたいな。ショートだしさすがに言ってもてか行くだろう。パワヒ直取りして筋力どうだと思ったけど、まあ行くだろう。ミートももうこれだけ上げて、やっぱ敏捷もうちょい稼げるとよかったですけどね。もうちょっとなんで走力の指導を踏めると、今回筋力の指導を踏んだ分ぐらいをちょうど走力に踏むと、まあ一番経験点がベストになるのかなと思いますね。さあ最後井戸端が来なければ割と神サクセス。もう来てたら鼻でとりあえず笑っといてくださいみんな。いやもう来てるよと鼻で笑っといてください。よしパワー100飛ぶな。さすがだな。いやーほんとこっから来たら絶対エピローグ戻せないからな。だって3回しか練習できないんで、同じ場所にでも被らない限りは3回無理です。そりゃ無理ですわ。そりゃ無理ですわ。4回できんのか。いやでもまあ無理ですわ。よっぽどの運がないと。ここで来るとねどっちかだけ戻すっていう形になる。うっしゃー、知らんよ、来てたかどうかは。あ、もうこれ筋力使い道ないけどな。まあ、一回まだ一発逆転みたいなのもあったし、肩、あ、そうだな。上げようと思えば肩が上げられるんで大丈夫ですね。はい。うん、まだいけるわ。まだあるわ。一発逆転、直取りすりゃいいから大丈夫だ。そりゃそうですよね。もうパワーは100なんだから、もう絶対あそこは青以外ないんで、誰が何来ようと。よしということで、これは肩ちょっと試合に負けるのも嫌だし、上げて、よしまず勝ちに行こう。精神的支柱を取っちゃえばかなり試合安定しそうな気はしますけどね。はい。で総力も A は持っていきたい。とりあえずこれでいきましょうか、試合に。で、全部完走してますね。はい。大丈夫だね。OK。で、阿部ヒパは広角をもう取ってるんで、まあ打球伸びぐらい、あとは。よし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 、まあ、一つプレイング、いや、もういい。これでいい。あそこの段階では分かんなかったんで、メンタル練習2回スルーしたのだけ、言っといたらよかったなとは思ってるんですけど、別にいい。あれでもし変なデートでも途中で挟んでたら、それこそデート終わんなくて、それこそ終わりサクセスだったんで、それはいいわ、全然。まあ、あと、あれだな、高速チャージ2回もらっちゃったっていう、ボンミス。まあでもそれも、今回、ハイとか、ローとかが被ってたりしないんで、インアウトとか、それに比べると全然マシ。というところで OK。 結構指導回数進めてたんでね。うまっ。でもあとはもう大体いいかな。もうちょっとタック&指導が来ればいいぐらいですけど、まあでもダブルも技術125ぐらいのいけたし、筋力はダブル結構やったし、大丈夫でしょ。 OK。 おい渋いな、ここで渋いな、おい。あ、でもこれいい練習だけど、どうしようか。1回練習できるかなと。いけそうな気もするし、最大値結構上がってたから。まあまだチャンスも来てない、逆境も取ってないで、補給あんまり急いであげるのは嫌だな。から急いで補給を上げるっていうのは嫌だな。かっこいい形にするなら、どうしようかな。ちょっと悩ましいな。結構悩ましいな。とりあえずここは S 持っていこう。そうだな、そこ S は持っていこうかな。とりあえずこれでいきます。まだ1回戦ですからね。こんだけ指導すれば負けないだろうと願いたい。イベント類も全部完走してますよね。コンボも来たし、浴衣のイベントも来たし、大丈夫ですよね。ああだ、もうベベベ。わざわざ難しい球を打つ必要もないんですけれども、今日は試合に負けなければ OK。 だからわざわざ難しい球を打つ必要はないんですけれども、ダメだ、高揚してる。一回心を整えましょう。ふうはーふうはー。よし大丈夫、落ち着いていこう。こっから指導は全然できる場所まだまだいっぱいあるはず。オッケー、こういうの待ってた。でラスト1回練習できるかな。まあできるだろう多分。盗塁とりあえず盗塁置いとこう。打撃だけ S のままいけると完璧ですけどね。とりあえず置いとこう。とりあえず行こう。試合 OK。 まあとりあえず目標のオール C いけたんで、オール C でミートパワー総力は S で、もちろん金徳類全部取るっていうのはいけたんで、ここからもうこの取っていこうかな。てかまあ金徳買いことも来てないし、そんなに経験点に余裕はないかなというところな気もしますが、さあ SS は間違いなくいったと思うんですけど、そこからどれくらいまで伸ばせるかっていうところですね。 SS1 もいったかな、これはどうなんでしょう。 SS2 いったのかな。でもこれは最後蓋を開けてみないと分かんないですね。まあ僕は査定振りがうまくないというか、知らないこれ勉強しなさいっていう話なんですけど、ね、知らないんで SS さんはちょっと無理なんですけど、ちょっと僕の脳みそじゃ、僕の脳みそでちょっと SS さんは無理なんですけど、ちょっと待って、相手13本もヒット打ってたぞ今の。危ない危ない。さあ最後いいタック来い。守備連がいいかな。守備連トリプルタックにしろ、トリプルタックにしろ。うわーどうしようかな。これで最後走塁がエースになったら泣くけど、なんなよこれで最後走塁エースにはなるなよ。あでも打球伸びきた。さあこれで最後走塁エースになってなかったら成功、今のなってたら泣くも。おい、オッケーしかも打球伸びきた。最後の最後に神かよ、最後の最後に神かよっていうね。はい、でアウト取ります。オッケー、ずっと待ってたやつです。うん、やっぱり結構きついもんはあるな、こっち的に。どうしようかな。まあ今急いで取る必要はないんだけれども、絶対取りたいところは取っとこうかな。はい、いや打球伸びがちょっと怪しいな。これ20丸はちょっと怪しいですね。おそらくこの辺ぐらいまでは間違いないと思われる。よし OK。 よし OK、 OK いきましょう。あと弾道さんも忘れないように。123456に、ここから代打の神様が入ってきますね。打撃エースなんで。いや最後の打球の上悪かな。ひじりなんだかんだで成功だったでしょう。いいタックには絡んできたし、現状ならね、これ1年後に見られてると、なんでこいつひじり入れてるんだって絶対なるけど、現状でも割となってると思う。なんでこいつひじり入れてないんだっていうね。野球マンも持ってはいるけどプラス5じゃないし、いろいろ怖いんですよここは。でもまあ能力的な面も含め、そう、あれでもイベントがクソ。さあもうすでに能力 SS いってると思うんですけど、あえて見ないです。それはこうチーム状況を見れば見えるんですけど、それ見ちゃうと面白くないんで、まあ、絶対 SS はすでにいってるんじゃないかな。結構経験点使い切ってるしな、現状で。さあ天丸パワーでどこまで伸びるか、オール C 以上で。さあ40点のエピローグ2つの40点の大谷まであると。まあちょっと北節でここのエピローグが低いっていうのはねあるんですけど、まあまあいいですよ。コンボもあるし、この2人には追加されてるイベントがそもそも強いですから。はい、で軽い代打の神様と。いやーこれはちょっと悩ましいね。こっから惜しい惜しいまあ何をもって惜しいのかわかんないですけど、あと10点稼ぎたかったですね。はい。よいしょ。左丸は絶対取る。まあ、早急丸もこの場合を取るでしょう。はい。代打の神様。で、どうしようかね。こっからな。これは、だな。とりあえず一回、ここまでは確定。よっしゃ、めちゃめちゃ気持ちいい割り振り見つけました。肩守備をなんと B まで上げて、そっからですね、まあ、特能で、うまく調整したっていう感じなんですけど、まあ、チャンス丸、走塁丸、そしてどの辺ですかね。あと、いぶし銀とか、今回ここで取ってるのがいぶし銀。そして最後に、一発逆転一掃ですね。まあ、ここで、筋力と臨床余っていたのを一気に使ったという感じで、いや、これでですね、まあ、基礎値もさらに上げて、まあ、査定的にも、まあ、いい特能も取れるという形になるんで、よし、これでもういいや。これ結構気持ちいい。これがもう一番気持ちよかった。結構考えたんですけど。OK! さあ、行きましょう。正完了。ショートとして守備もいいでしょう、これは。よし、SS に行ったー。いやー、気持ちいい、これは。いや、この時代に角田も東条も使わずに、このね、最近ずーっと僕が推していた、まあ、浴衣の、みその&りょうちんを使いまして、まあ、SS に作成できましたと。はい。いや、本当に気持ちよかったです。いや、これポイントバランスがいいですよね。てか、うん。まあ、筋力がちょっときすぎですけど、まあ、そこが多少あるぐらいで、あとは足りてないポイントもそんなになかったので、まあ、非常にいいデッキだったなと思います。はい。いやー、いい。てか、強いです。うん。この二人コンボもあるし、本当にイベント自体が強いので、まあ、ぜひぜひ皆さんね、引けたっていう方は一緒に使っていきましょう。僕も今後ね、まあ、今回でとりあえずこの二股でどんどん動画出すっていうのは、まあ、この2週間ぐらいずっとなんか北節デッキを使っていた気がするので、まあ、一度お休みしますが、まあ、今後どんな高校が来ても、この特にみそのですね、っていうのは、まあ、選手兼彼女の、僕の中では割と第一候補に入ってくるかなというところです。はい。まあ、今までは本当に3番新島一強だったんですけど、このみその、そしてりょうちん PSR50 も僕は見えているので、まあ、これ見えてくれば本当にね、2人ともかなり僕を手助けしてくれるキャラクターになるんじゃないかなと思います。そしてこのしらすでの二股は本当に指導もしやすくて、非常に合うので、まあ、妄想で告白も持ってきやすいし、ぜひ皆さんもね、やってみてください。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけで、いや、SS2できました。いや、SS2おめでとうっていう方はね、ぜひチャンネル登録や高評価していっていただければ嬉しいです。やっぱり今流行ってるデッキじゃなくて、こうやって自分で考えたデッキ、まあこれもう別バージョンが来る前から全く同じデッキでサクセスをやってたので、やっぱこういうデッキでいい結果が出ると気持ちいいです、本当に。本当に楽しいなって思うんで、今後もね、まあこういうちょっと一風変わったデッキっていうのをね、どんどん皆さんに発信していければいいなと思います。はい、というわけでね、今後も頑張ってください。この動画面白かったっていう方はぜひ高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。